どうもこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ということでミミさん、うん、ショコランテさん、チョコバナナさん、うん、いろいろねもう、うん、質問早速いただいてるんですけど、ヒソンさんは60代万歳、はい、万歳です。アーカイブ残りますからね、ありがとうございます、はい、ミーさん、アップルパイさん、カリンさん、うん、マサイさん、本当皆さん、若さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお時間になりましたので始めていきたいと思います、はいはい、ということで今日も素敵なあの方が来て、はい、いらっしゃっておりますが、はい、今日のテーマ早速いきましょうか。はい、今夜のテーマは素敵すぎる60代お二人がお悩み解決、うん、大人のユニクロ70002024秋。秋じゃなくて冬？これ秋でいい、秋、はい、秋ですね。はい、ということで、はい、今日は素敵なお二人をお招きしてるんですが、うん、その前に私たちの自己紹介しましょうか。はい、はいはい、では私からユニクロララポート豊洲店スタイルヒントスタッフのゆうきです。身長162センチです。よろしくお願いします。はい、ゆうきさんよろしくお願いします。おなじみです。はい、徳島からやってまいりましたユニクロ夢タウン徳島店のスタイルヒントスタッフユミです。身長155センチです。よろしくお願いします。お願いします。ユミさん、ちょっと今日は全国配信初、はい、そして、はい、あのスペシャルゲストのお二人とも初、うん、はい、なんかいい時いらっしゃったけどめっちゃ緊張しますよね、うん、はい、ガチャガチャ、めちゃめちゃ緊張して、ちょっと息継ぎのタイミングがわからなくなってます、はい、そうですね、はい、うん、息が止まってたらぜひあの、そうですね、息して、息しながら頑張っていきましょうね、はい、ということで、はい、ゆうきさんもゆみさんも、はい、ね、お子さんのいるあのママさんということで、はい、今日はねこの企画にぴったりのユニクロスタッフさんお二人とともにお送りしていきたいと思います、うん、はい、そしてあの MC はフリーアナウンサーの梅田陽子が入らせていただきます。今日もよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、うん、インスタとあと YouTube で同時配信もしております、はい、アプリからのご視聴であれば、はい、配信を見ながら購入できたり便利ですので、はい、アプリからのご視聴をお勧めしております。お待ちしております。はい、インスタ、あと、はい、今日初めてなんですよね、 YouTube に関しては。そうなんです、 YouTube 初めてなんですが、うん、でコメントどうですか。はい、まだ来てないんですが、うん、見てらっしゃってまた、はい、うん、いますね、はい、あの YouTube は今日初めてなんですが、はい、あのインスタと YouTube に関しては配信途中までになりますので、はい、ぜひ皆さん最初からアプリに回っていただいて見ていただくことをお勧めいたします、はい、あ、早速ねピノさん、うん、MM さん、こうちゃん、ユミさん待ってたよって、はい、なんか徳島から応援隊が、はい、ありがとうございます。頑張ります。インスタグラムからもコメントを皆様くださってまして、はい、こんばんは、はい、こんばんは、皆様、うん、ありがとうございます、うんうん、じゃあかわいい、あ、かわいそうで緊張してる姿がきっと、ありがとうございます。あとね、若さん、はい、若さん、四国からみんな親近感頑張ってください、うん、嬉しいですね、はいはい、ということで、あの応援メッセージ、はい、あのゆうきさん、うん、そして、うん、ゆみさんに対する応援メッセージもちろん今日のね、ゆうきあんなさん、はい、響きゆっこさんへのご質問もお待ちしておりますので、はい、皆さんどしどしお願いいたします、はい、ハートマークもあのぜひ皆さんお願いいたします、はい、お待ちしております。ダフネさん、四国出身一緒だって書いてあるね、うんうん、お、どちらなんですか ね、 ねえ、どちらか教えてください、うん、マサイさん、二人とも頑張れ。イエベッコさんもいつもありがとう、はい、こんばんは。豆柴さんもね、ありがとうございます。リンプさんも来ております。さあ、それでは早速、はい、今日のスペシャルゲストをご紹介していきましょう、はい、ゆうきあんなさん、そして地引きいっこさんです。よろしくお願いします。ということで、ゆうきあんなさんも皆さんで、ね、ご存知のタレントさんでいらっしゃいまして、ライフスタイルやファッションいつもね発信してくださっております。そして地引きさんもおなじみで2,3 週前にもね、あのそうなんです、お悩み相談なんですが、今日もそんなお悩み解決したいということで、はい、まあ、地引きさんももうベテランの大御所スタイリストさんでいらっしゃいます。ノンのはじめ、モア、シュプールとかファッション誌、40年以上のキャリ、45年もやってる、あ、スタイリストさんとして、もう最近ではあの BBA ババア上等シリーズの本も書かれましてね、はい、ババア戦火で、はい、もう先月ね出された本も大好評ということで、ありがとうございます、はい、ぜひ著書の方も皆さんお読みいただければと思います。 ということで4回目ですよ、お二人、はい、ね、ありがたいですよ ね、 うちにね、季節が一巡してしまいました、はい、もう早速いろんなねもう来てまして、はい、ちょっと行きましょうか、はい、チョコバナナさんがね、はい、若い時、まあ、現在の年でのサイズ選び、色選びっていうのは変化しているかと、そのもし変化していたらそのポイントとかってどうですか。いや、やっぱり体ほら全部下行っちゃうから、うん、重力に負けてね、だから、ね、だからそれ、
形だとか、まあ、サイズはともかくにしても形、うん、そうですね、うん、であとお色味はやっぱり髪の毛の色が、うん、あの真っ黒な方もいらっしゃいますけど、そうじゃなくていろんな色になってくるので、うんうん、優しい色も着るようになったりとか、ね、あと今ってサイズみんな大きかったりしません？そうですよね。昔はこうコンシャスなキュッてした感じだったんですけど、うんうんうん、それが時代も変わったし、うん、年齢もありがたい時代、あ、そう、ありがたい私たちに優しい、ね、今日なんかちょっと私ふっくらしてますが、はい、でもさ、その話で髪の毛もそうだけど肌だとかさ、目だとか歯の色も変わってるじゃない。そう、目もちょっと薄くなるんですよね。だからやっぱりね、色を変わってる、着る色だから、もう一回違う人生を生きられると思って、うん、いろいろ楽しめばいいと思う。昔なんか黒一色でしたもん、はい、あとね、今ミミさんがね、くすみに対してその色選びのポイントありますか、はい、色くすみに対してはどうですかね。なんかよくくすみカラー、何回見てるんですけど、くすみカラーってあるじゃないですか、うん、なんかちょっとだ、うんうん、何語で言うと、うんうん、ダルな感じの、アースカラーみたいな、いや違う、なんかちょっとダル、あの、うん、グレイッシュな感じ、はい、そうすると割と顔も引っ張られちゃうから、でもね、グレイ、私グレイッシュ大好きなんだけれど、グレイはいいけど、白の T シャツがちょっと見えるだとか、そういうことでね、シャツの白がちょっと見えると、はい、なんかパッと明るくなっちゃう、はい、うん、一番近くに白いものを持ってくるっていう感じですか。なんかね、まあ、違う、パールを持ってくるだとか、なんかわからないけど、はい、な、なので、まあ、そういったことをちょっと気をつければ、はい、顔がくすんできても全然大丈夫、うん、MM さんがね、違う人生素敵ですねって、ねね、全然違う人生よ ね、 ね、そうですよね。もう20代の時こうなると思わない。2回も3回も1回も行っちゃいましょうみんなで、ね、行きましょうね、はい、あとね、まこちゃんさん、アウターの選び方を教えてくださいってあるんですが、うん、今日途中でアウターコーナーありますので、まこさん、はい、お二人からお答えいたします、はいはい、あとちょっと簡単に行きましょうか。ショコランテさんね、暑がりでニットが苦手でも着たいと、うん、内と外、ね、温度差大きいです、うん、お二人どうしてますか。あ、それはね、ちょっとほら、あの今お召しになってるんです、これカーディガン、カーディガン、カーディガンはほら、うん、脱ぎ着自由、うんうん、で一枚で着ても、ね、平気なものを下にお召しになれば、ね、温度差調整が簡単に、だってセーバーだと脱げば、はい、うん、そうなんですよ ね、 ね、ただ下にほら、うん、脱げないやつ、ほら、いや、だからだからそう分かってる人だったらほら T シャツ着ればいいでしょ。あ、そうです、そうです、うん、ロンティーでもいいし、ね、もう何でも、うん、そうですよね、いっぱいユニクロにはあります、うん、はい、ユニクロの商品で皆さん遊んでみてください。はい、もういっぱい来てるんですがね、じゃ本題いけなくなっちゃうんで、このあたりで早速準備してる方に行きましょうか。いろいろとね、ありがとうございます。青葉さん、ゆうさん、ゆうみんさん、ダフネさん、かりんさん、あ、ダフネさん愛媛からですって、はい、町山とかかな、愛媛ね、いいですね、はい、道後線とかいいところいっぱいありますからね。私大好きです、ね、半年に1回行きます、ね、はい、あとスーザンさん、下半身冷え性だからあったかボトムス、あとでね、またいろいろと出てきますので、はい、じゃあまずお悩みなんですけれども、はい、紹介今までしきれなかったお悩みちょっと一覧にしましたので、はい、こんな感じです。すごいいっぱいあるんです。色の組み合わせとか、めちゃくちゃある。2番目とか気になりますね。若見え若作り、うん、そう、若く見えたいけど若作りってね、思わせたくない方とか、まあ、いろいろ、ね、ね、複雑なお年頃、ね、あと、はい、今ワイドパンツも流行りですけど、意外と着るの難しいと思ってる方も多いのも事実なのかもしれない。難しいと思っちゃったら難しいんです ね、 ね、履いちゃえば簡単、ね、あと今回結構ベテランの方もあれなんですけど、なんかファッション初心者っていう ね、 うん、うん、ね、初心に帰るってことですか ね、 ね、そういうことですかね。あのほら違う人生だから、うんうん、ね、他の人のファッションじゃなくて自分のファッションをなんか見つければいいんじゃない、はい、あ、そうそうそう、あの、ね、失敗しながら ね、 そうそうそう、トライアンドエラーで、ね、じゃあ今日トライアンドエラーで見つけていただく会にね、はい、またしていただきたいと思います、はい、はいはい、ということでちょっとこの前に視聴者プレゼントを、はい、ゆきさん、うん、お願いします、はいはい、本日はですね、とっても素敵な視聴者プレゼントをご用意しております。今夜の視聴者プレゼントは、はい、ただいまですね、ゆうきあんなさんが着用しているコーディネート一式、こちらアウターとマフラー以外の、あとお靴以外のこちらのもの一式と、ちびきいくこさん着用のコーディネート一式、はい、どちらかを抽選で10名様にプレゼントいたします。サイズは店頭にご用意しているサイズからお選びいただけます、はい、そして番組の最後にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますので、皆様最後までぜひご覧ください。要は中に着ているものと上のセーター、カーディガンと、はい、ボトムスってこと、3点、はい、3点ってことですね、はい、それぞれね、3点セットで、はい、わ、はいはい、かりました、うん、ということでキーワードお見逃しのないように番組の最後にお伝えいたします、はい、さあではお悩みコーナーその1ということで参りましょう、はい、こちらです、40代の女性から、はい、色の組み合わせのお悩み、うん、秋冬物の服は暗くなるので着方や明るい色との組み合わせが見たいと、いつも同じ雰囲気から買いたいのでどうすればいいのかを知りたいですということなんですが、どうですか、いかがでしょう。
じゃあパステルカラーでしょに着てみる第二の人生、うんうんはい、パステルカラーを、うんはい、いろんなね組み合わせてそうですね私も本当黒一色だったんですけど、うん、ちょっとグレーとか違う色とかするとか、はい、あと今日超カジュアルでなんか大学生みたいでしょって言ったらアンナさんに、ね、大学生のお母さんかおばあちゃんじゃないって言われたもうそんなやり取りがね聞こえちゃったから、ね、もうさあではそんなお悩み解決のキーアイテムの発表、はい、ゆうきさんお願いしますはい、うん、こちらのお悩みのキーアイテムはウィメンズのカシミヤクルーネックセーター9990円でご用意しておりますカシミヤですよカシミヤ、はい、こちらまなんとですね、うん、20色お色ございます20色、はい、20色、うん、すごいです、はい、由美さん早速着用しておりますので、はい、お名前とサイズからお願いします、はい、改めまして由美です身長155センチで着用サイズは L サイズになっております、うん、はい、ジビキさん色の組み合わせ選びで悩んでいる方に一言お願いしますさっきね暗い色に差し色あとちりましたもう一回いきましょうじゃあ、はい、もう一回 SE お願いしますね、はい、じゃあ色の組み合わせ選びで悩んでいる方に一言、はい、ペールトーンの重ね技はいかがおーさっきね、はい、暗い色に差し色とか、うん、差し色難しいから、うん、全部ペールトーンにしちゃえばいいんですよ、うん、同じトーン、うんうんうんはい、サイドとかあの、うんはい、でセットで買う、うんうん、あもう上から下まで買う、うんはい、で違う人になる、うん、でなるほどあの先ほど言ったみたいにね、うん、カシミヤセーター本当にめちゃくちゃいろんな色があるんですよ、うんうんはい、いろんな色味がございます、はいはい、後ろのラックにも、はい、ラックに、はい、ありがとうございます、はい、なのでまあお好きな色を、うんお選びになってでボトムスはあんまり暗い色じゃない、うん、グレーとかになさって、はい、で中にそれの薄い色か白いシャツをお召しになれば、うん、いろんな着こなしが、はい、あのあまりだから極端に変えちゃうと難しくないですか、うんうん、あの一つのセット絶対セットを買って、うん、後からちょっと自信がついたら、うん、ちょっと一個ずつ変えればいいじゃない、とりあえず自信をつける、うん、セット買いえなんか、うん、お二人だったらどの色のセーター選ばれます、いや私ねこの、うん、結構ねこのこのどれいきますかなんか濃いめの色もね綺麗ですけどね、はい、このグ素敵なんかアーミーグリーン素敵かっこいい、ね、それもなんか下のそのスカートとも合いますね、はいうん、ちょうど結構ねこういうの何でも合うあそうですね、うん、カーキーはどんな色でも合いますよね本当ですよね、うん、私前だったらこのグレー言ってたんですけど、はい、まあこの頃ちょっと茶色がマイブームなので、うんはい、で同じ茶色でもこんなにいろんな茶色があるんですよ、うん、すごい、うん、この茶色かわいいよねかわいいですよねちょっとチョコレートっぽい色、うん、ちびきさんその茶色系持ってくるんだったら、はい、パンツの色ってどんな色を合わせたら、その今のアドバイスで迷ったらグレーとかでいいんじゃないですかグレーとかであと私が今履いてるようなデニムでも、うん、ちょっとまあいいですよね、うんうんうん、なるほどあとアンナさんのこういうのでもこれと茶色も素敵、うん、あ素敵、はいうん、ありがとうございますあの昔は色合わせのタブーってあったんですけども、うん、ないんで、はい、自分が見て可愛いなと思ったらもう頑張っちゃってください、はいうん、で迷ったら同系色、うんうんうん、濃淡あとね、まこちゃんさんがピンク気になってますっていう方、はい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 、あとカリンさんも大人に見合うピンクっぽい色っておっしゃって、はい、どうですかね素敵ですそこら辺、うん、どうですか、うん、素敵いろんなピンクがあります、はい、これだったら私いけどアンナさんその薄いピンクお似合い、うん、アンナさんのちょっと白にも見えますが、うん、それ実はピンクですよねピンク薄いピンクちょっと美味しそうなピンク、はい、あベイビーピンクね、うん、私はちょっとベリーな感じのね、うん、そうだね感じで2人でアイスクリームみたいに2段重ねなんか美味しそうなお色ですよねショコランテさん発色綺麗ですね、はい、かわいいサキチンさんがペールトーンは淡い色味ってことでいいんですかってどうですか英語的にそうです、ね、ペールって薄いってことですね、うんうんうん、はいチョコさんがねカシミヤまだ着たことがないんですが真冬でも使えるくらい暖かいんでしょうかっていや暖かいですしもしそれでもね寒い地方にお住まいの方はね、はい、ヒートテックとかいろいろあるじゃないですか、うんはい、あとエアリズム重ねてもいいですし、ねうんはい、あとサキチンさんカーキ素敵ですね小市さんもカーキは迷っカーキは何でも合いそうですね優香さん色に迷って買えなくなっちゃうかも、ね、だからカーキでボトム黒とかでもまあまあ普通なんですけど、うんうん、そうじゃなくてカーキでちょっとこういうグラデーにしたりとかグレーにしたりとかしても新しい考え方で、うん、新しい人生にぴったりだと、はい、いいですね、はい、ジーンズでもあるしこれ持って帰りたいですあとね、はい、春菜さんが40を過ぎてからは、はい周りを不快にさせない程度であれば自分の好きなものを着たらいいと思えるようになりましたどうですかそのあたりそのまんま好きなようにそれがかっこいい、ね、周りはね周りの意見ですから自分がハッピーが一番ですよね
はい、あとカシミヤのお手入れに関してゆきさん今年はどうですか？はい、お手入れはですね、こちらの通常のお洗濯はとしていただけませんので、はい、手洗いで、あの、洗っていただけます。おしゃれ着洗剤で、うん、はい、あの、洗剤で少し入れていただいて、手洗いで洗っていただく。そっとね。そうです。そして、あの、干すときは、ハンガーなどに干してしまいますと、重みで肩の部分出てしまいますので、できれば、あの、軽く押して水分を取ってから、平干ししていただければ、綺麗に保てます。私、バスタオルでぐるぐる巻いて、はい、あの、のり巻きみたいに巻いて、はいはい、押さえるとすっごい早く。そうです。うん、で、最後に干すでしょ？そうそう、最後に、はい。あと、年代が、やっぱりこうベテランになっていくとこうお肌チクチク問題も増えていきます。なんかね、乾燥するんですよ、うん、ソレイさんが、ね、カシミヤチクチクしますか、乾燥肌なものでって多分ベテランになると中に T シャツ着る、ね、間に1枚挟む、うんうん、面の、うん、でもね、それは皆さん同じだと思います、うん、もうね、お肌が乾燥してきちゃうんで、うん、ほらね、まだ今日のねお二人みたいにうすら若い人はまだもうこれから来るからね、はい、なのでそれはそういうことなんで、うんうん、したら1枚入れればいいんです。私も今日1枚入れてます。いつもそういう、はい、は肌ではあれ、はい、あとお二人にご質問なんですが、うん、まこちゃんさん、カシミヤサイズちょっと大きめの方がいいですか、どうでしょう、アドバイスもしあったら。お好みですよね。ですよね。ただあんまちっちゃくすると昔っぽくなっちゃうんで、うん、でも今最近 の、うん、あのこういうちょっとたっぷりしてるから、うんうんうん、どうですかね、サイズ感いつもより大きめではありますか、ね、これ M だ。一応こちらの商品に関してはそこまでオーバーサイズであったりとか、うん、ゆったりめっていう、うん、ま商品では、はい、ないんですけれども、はい、うん、あのユミさん今 L サイズですよね、はい、着用していただいているので、はい、そこまで大きめではないです、はい、ただ逆にあの小さめだったらキュッとしてるわけではないので、うんうん、普段通りのサイズ感でお選びいただく、はい、もしくは、まあ、下に何か着るのであれば、はい、ワンサイズ、ユミさんもワンサイズアップしていただいているので、はい、私はあのリラックスサイズがすごく好きなので、はい、リラックスサイズで、お好みですよね。ユミ、はい、さん普段だったら M サイズだけど、はい、今日はあえて L サイズを着てちょっとゆったり着てるって感じですか、はい、あのパンチも太いので普段から L サイズ、 L サイズで、はい、あの元々全体的にリラックスサイズが好きなので、うんうん、ワイドパンツに、はい、あの今年のトレンドで、はい、ちょっとゆったりっていう形で取り入れさせていただいてます、うん、はい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 、改めて由美さんの着こなしのポイントを聞かせていただけますか、はい、普段はあのグレーとか落ち着いたカラーが得意なんですが、うん、はい、ちびきさんにこのワンコーデ、ね、はい、すごい綺麗じゃないですか、選んでいただいて、うん、すごい綺麗、うん、はい、自分ではこの組み合わせはしないんですけど、はい、あ、すごく、うん、はい、ワントーン で、 新鮮ですよ、ね、なんかお肌も綺麗に見えますよね、はい、レフバン効果でね、はい、うんうん、で パンツの色もあえて薄くしたのは、うん、これもお家で洗えるんですよね、はい、なのでどこに座っても大丈夫、ほらユニクロだから叶う夢、はい、薄い色も怖くない、はい、気持ちいい、はいはい、あとこのセンタープリーツ、うん、はい、はい、縦線強調、はいはい、あと今日あたりからも東京もものすごい寒くなってきた、めちゃくちゃ寒くなったですか、何かこう合わせるものってどうですかね、それさあ、まあ、それはいろいろあるんです、何か合わせたい、うん、ね、香りおすすめありますか、すね、今のユミさんにこういうのどうっていうのをちょっと 今これにね、準備しております、これに、ね、今のユミさんにお待ちください、すごい忘れて、自分で用意しといて忘れました、ジビさんにね、はい、ありがとうございます、はいはい、今ですね、着用いただきますのが、はい、ウィーメンズのパフテックリラックスジャケットでございます、うん、はい、もう今日の夜なんかこれ着て外出てちょうどいいぐらい、うん、そうですね、そうね、先週まで半袖だったのにね、こんな感じで、はい、うん、こちらは M サイズですね、はい、はい、着用しております、ちょっと大きめ、大きめ、うん、はい、リラックスサイズなので、はい、はい、しかもジリさん、皆さんこれあの今週限定価格でして、特別価格ってなってるじゃない、はいはい、え、おいくら、はい、11月14日まで、はい、なんと1000円引きの5990円なんです、 お買い得です、うん、はい、しかもこれパフテックって新しい素材なんですよね、はいはい、そうなんです、あの髪の毛の5分の1の細さの糸で、しかもその糸の中が空洞になっているので空気を含んであったかいんですよ、で軽い、軽くてあったかい、はい、すごく軽いです、はい、湿気とかにも強いので、はい、あのダウンと同じぐらい暖かいので、うん、すごく便利なジャケットなんです、新しいタイプなんですね、はい、新しいテクノロジー、うん、そうですよね、はい、徳島はまだまだ暖かくて、はい、あの車移動が多いので、はい、これぐらいの、はい、あのダウンジャケット、ダウンジャケットじゃ、うん、パフテック
ジャケットが、うん、はい、これもお家で洗えるんですよね、はい、すなのでこういうね薄い色で、うん、なんかお子さんがなんかベッてこぼしても、うん、まあ、はい、大丈夫なの洗うから、ね、はい、ということでもうねこちらアプリからご覧いただいている方、うん、1000人ぐらいいらっしゃいまして、 あとね、うん、SNS もう一個の方は400人ぐらいいますね。素晴らしい。あと今日は YouTube でも配信してますが、SNS からご覧いただいている方は、うん、あの途中で配信ちょっと打ち切らせていただきますので、うん、初めからアプリ回っていただけると嬉しいでございます。はい、ありがとうございます。あ、今なんかね、はい、汚れがね気になって買えないっていうか、ほら、うん、洗えるから、はい、ご自宅でお洗濯していただけます。はい、はい、14日までお得に買えるということで、汚し屋さんもトライしてください。はいはいはい、じゃあまとめいきましょうか。はい、うん、はい、はい、これは今日はカシミヤのセーターでしたね。はい、キーアイテムカシミヤのクルーネックセーター、うん、お値段が9990円、お色20色ご用意しております。綺麗ですよ、うん、ありがとうございます。そしてそれですよね、ちびきさんの、はい、はい、ということで改めて色の組み合わせのお悩みに一言お願いいたします。ペールトーンの重ね技、うん、で、はい、解決です。色の組み合わせのお悩みはこちらでお願いいたします。はい、なんか今年のカシミヤってなんか自宅で洗っても風合いが変わりにくい加工を施してるっていうのが、そうなんです、すごく私感動したのでちょっと強調したいな。汚し屋さんも大丈夫、はい、汚し屋さんも私もすごい食べこぼしちゃうから、ね、そう、 お家で洗えないとね、はい、そうですよ ね、はい、ありがとうございます。まこちゃんさんがユミさんのコーデ全部欲しいということでありがとうございます。はい、さあ続いて参りましょうか。はい、お二つ目です、はい、続いては若見え、うん、若作りに関するお悩みということで、はい、40代の女性、うん、流行りの洋服を着ると若作りしているような感覚に陥ってしまいます。若作りしているように見えずにでも流行りをうまく取り入れる方法はありますか。もうわがままですね、いいですね。どうでしょうか。どうだろう、若く 見せようと見えようと思うとおかしくなっちゃうので、うん、そうそうそう、自分の一番いい状態がコンディション、うん、見せられる、見せればいい。そうですね、だから自分の好きな格好、そうですね、うん、そのなんか流行り物を着ると違和感みたいなのがあるかもしれないんですけど、自信を持って自分の好きな格好しましょう、うん、そう、自分がハッピーかどうかっていうのを条件にして、うん、人からどう見えてももう言ってた、うん、しかもまだこの人あのさ40歳ですよ。40歳なんてなんか何でも着れるからでもあるのよ、40歳でちょっとなんかね分かんなくなっちゃう時、うん、なんかね、いいこと言ってる方いますよ、はい、ヌーンさんがね、そもそも若見え若作りがダメなのかなっていう、いやいや、だからそれはお好みですよ ねやっぱり誰でも若く見えたいという願望はあるので、うん、それは、うん、ない、そ、先生が、まあ、どうも失礼いたしました。あんなさん面白い。まあ ね、でもやっぱりそう思うことは別に罪じゃないし、うん、やっぱり元気で綺麗に見せたいって気持ちがあるので、うんうん、はい、まあ今風に見える今見えっていう言葉は私よく使ってるんですけど、そうですね、かっこよく見えればいいんじゃない。そうですよ、ね、はい、だからといって私たちがおばあさんっぽい格好する必要もないし、うんうん、だから、うん、気分が良ければ何でも着ちゃって何でも履いちゃって、うん、ください。そうですね、でまこちゃんさんのようにハッピーでいられるね、うん、それが一番大事。さあ、お悩み解決のキーアイテムの発表ですが、ゆきさん、はい、うん、こちらキーアイテムはですね、アンナさんが今着用していただいております、はい、スフレアの V ネックショートカーディガン、はい、お値段が2990円でございます、はい、お色が無地の7色、はい、後ろに、はい、ご用意ございます、はい、今アンナさんが身長160センチで L サイズを着用していただいております、はい、ということで若見え若作りで、はい、こちらで悩んでいる方に地引きさん一言お願いします。はい、ハーフベーシックハーフトレンド、だから全部ベーシックだとなんかちょっと吹き込んじゃう気もするし、うん、そうね、ちょこちょこちゃなところでちょっと今風ナウイ感じよね、ナウイ、これもお袖ね、さっき着てすごい可愛かったんですけど、うんうん、お袖がここはちょっとたっぷりしてるし、うん、ごめんなさいね、うんうん、であとちょっと丈が短いんですよ、はい、で昔の後ろがこうなってて、そうそう、後ろ姿もすごい美しい、うん、ちょっと長めだから可愛い、だからほら皆さんの好きな若見えに見えますよ、うん、はい、と、はい、いう感じなので、まあ、うん、半分半分ぐらいの感じで、うん、ベーシックで自分が得意なものとちょっとひねったもので中に着てらっしゃるのも普通のタートルじゃないですか、はい、すごい頑張った、はい、あのシャツとかじゃないので、うんうん、それぐらいにとどめておく、うん、半分ベーシックで半分トレンド入れるってことですよね、はいはい、うん、おすすめします。なるほど、いいですよね、 Good advice、 Thank you。 お色もいっぱいありますものね、すごいいっぱい、そう
なんですよ。でね、さっきね、なんかいただいたね、温度差、うんうん、はい、温度差の調節にもこれ良くないですか、うん、なんだったらなんか T シャツでもいいですし、うん、そう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 、汗かくっておっしゃってる方多いんですよね、はいはいはい、で長いカーディガンっていうのもちょっと流行りましたけど、うん、今年はこのちょっと短くてボリュームがあると、うん、あの上に見えるんですよ、うん、ここなんですか、あ、バランスがね、はい、バランスが、うんうんうん、そうなんです。なのでぜひぜひ、あとこんな可愛い、うん、あのさっきの、はい、なんかちょっと紫ピンクみたいな、ピンクもあります、パープルですね、明るい気持ちになれます、うん、あとあのイッコさん、カオリンさんがね、はいはい、あのアンナさんが今お召しのなんですけど、ダークブラウンにダークグレー合わせていらっしゃるじゃないですか、うん、新しくないですか、これそれ目から鱗だったんですけど、うん、でしょ、素晴らしいですよね、私には思い浮かばなかったです、おしゃれ感半端ないって、ほらそりゃねプロだから一応、そうですよね45年、私ね自分のことはあんま分かんないんですけど、人のことはよく分かるんですよね、うん、いや本当45年やってるから ね、うん、ね、タケニャンさんも出たナウイって覚えたね、タケニャンさん、うんうん、いや、はい、その色合わせがいいですよ ね、私もやったことなかったね、すごい綺麗ですよね、これもアンナさんありきでちょっとやってみたんですけど、うん、普通の方でがね、うん、皆様もぜひぜひトライしてみたい、うん、だ昔の色合わせの常識ってもう崩れ去ってないですか、うん、絶対前は茶色とグレーとかダメとか、うんうんうん、あの黒とネイビーダメとか言ったんですけど、もうそんなのはもう崩壊してるんで、はい、新しい時代を生きていきましょう、うん、あとね、まこちゃんさんがねスフレヤン大好きなんだけれども、静電気と毛玉、パチパチくん、パチパチ、さっきもお話してたんです、はい、実はパチパチくんですね、うん、パチパチくんもね、もうすごいこの今日から急に乾燥しませんか、はい、もうすっごい乾燥、朝起きてびっくり、うん、はい、朝起きてびっくり、うん、顔も何もバリバリ、もうバリバリ、はい、唇もバリバリ、うん、で私がやってるのはよくあの100均とかで水スプレーあるじゃないですか、はいはい、あそこに私はローズマリーのエッセンスオイルを1日で、うんうん、まあ、マックス2か3ですね、もうほんのちょっとだけ入れて、うん、水でよく振って、でもういろいろかけちゃうんですよ、あ、湿るシュシュね、そうそう、うん、あんまいっぱいかけると寒くなっちゃうんで、うん、シュシュやって、でそれは寒くなっちゃうんです、寒くそうですよ、水かけてるもんですもんね、なので、ね、そういうのでちょっと乾燥を緩和させて、うん、これもこうくっついちゃったりしてますから、うん、そういうのはちょっとシュッて、そっか、やって静電気防止にアロマオイル水みたいな感じで作っとくんですね、本当にもう最初皆さん2滴ぐらいからにして、うん、気をつけないと入れすぎちゃうとシミになっちゃうし、あとあの管も詰まっちゃうんで、うん、で私それはベッドリネンとかも全部もう布せ、うん、あとうちに帰ってきて脱いだ服にシュシュってやっとくと割とシワが伸びます、うん、あ、そうですよね、ぜひぜひ、もしよかったらあのお試しください、静電気防止、うん、あくまでも入れすぎないで、ね、あと、SS、あれですか、いろいろかけてもいいですか、まあ、それはお好みでねお部屋とか、そうですね、ただそれもあんまりいっぱい入れすぎていろんなところがシミになっちゃって、そうそうそう、なっちゃうので、うん、オイルの量はちょっと調節して、気持ちもう本当にタタッぐらいでお願いします、わ、うんうん、かりました、アンナさんのスカート素敵でしょ、なんか全身ちょっとあのゆきさん、はい、いいですか、はい、アンナさんの全身、はい、今ご紹介しましたスフレヤン V ネックショートカーディガンはい、こちらがごめんなさい、 XL サイズですね、失礼いたしました、着用が先ほど L サイズとお伝えしたんですが XL サイズ2990円でございます、はいはい、そして中に着ております極暖ヒートテックカシミアブレンドタートルネック、うん、はい、こちらは L サイズ1990円でございます、うん、はい、そして今コメントでいただきましたプリーズロングスカート、こちら XL サイズ着用していただいております、お値段なんと2990円です、色違いかってたんですけど、はい、もういないですか、もう一緒かいってことですかね、お値下げされたんです、しかもこれウエストゴムなんですよね、はい、楽、あとお二人ともスニーカー合わせっていうのもいいですね、うん、ん、これ C のスニーカーなんですけど、これ C のスニーカー、私たちあのこのギャラで買おうとさっき、うんうんうん、ありがとうございます、あとカーディガンの重さってそのあたりどうですか、すごい軽くて着てないみたい、本当に本当に、うん、そうなん、肩凝らなくていいですよね、うんうん、あと、はい、イコさんのちょっとあのパンツも知りたいって言ってた方にもね、あ、これですね、これ、まあ、はい、これはあれ何でしたっけ、後でクレジット言います、はい、あの、はい、デニムです、デニムなんですけど、イコさんこれですね、きれいめですね、こちらですね、イコさん着用しておりますのがワイドトラウザージーンズ、うん、はい、ネイビーのお色の L サイズを着用しております、はい、3990円です、うん、はい、すごいここまであっていい感じで、そうなんです、センタープレスもあります、はい、はい、他のお色もございます、うん、はい、白もいいね、3色です、あ、白、この値段だったら白で焼肉のタレをこぼしても悔いなし、ね、
ですね。逆に、はい、イコさん白だったら上のカーディガン何持ってきますよ。だって全然これ OK。 あ、それもいいですね。カーディガン白にすればよかったかな、ね、あ、すごくいい、いいですね、はい、あとなんかカーディガンどういうのがいいですか。このちょっとこれ爽やかすぎる、もうちょっと何でも白持ってきたら何でも OK ですかね、はいはい、うん、白あの汚れやすいって言うんですけど、意外に真っ白は漂白できる、酸素系とかで漂白できて色抜きしないんで、はい、うん、逆にペールトーンでシミの方が洗えないと困ったりはしますよね、うんうん、そうですね。あとはほら気をつけるじゃない、やっぱり白あの気をつけます、うわってやらないから、ワイルドだから全然気にしないから、はい、どこでも座っちゃうし、でもそんな私でも大丈夫、はいはい、はい、上着、羽織、アンナさん、さらにその寒くなってから何か羽織るとしたら、アンナさん、それさっきね、着てきていただいたんですけど、うん、これもう一回ちょっと、はい、羽織も改めていいですか、はいはい、今ですね、お持ちいただいておりますのがパフテックリラックスジャケット。でもパフテックです、ね、はい、こちらもパフテックリラックスジャケットです。すごい軽くないですか。本当にあと割とちょっとシャリシャリしてるけど、うん、いい感じですよね、うんうん、そしてこれ私よりアナさん自分で巻いた方が可愛いから、はいはいとか言って、さっき怒ってたじゃない、そうスタイリスト業違うとか言われて、はい、まあ、後でね、怖いんだから ストールのねストールの巻き方、じゃあちょっとこっから、え、違うの、あ、違うの、これ、こちらはですねヒートテックマフラー、すごい軽いですよねこれもね、はい、これをここから、はい、中から通しちゃうと、うん、ほらここに団子ができないからちょっと可愛い、うんうん、こうやって適当に巻いて、なるほど、はい、ポイント適当っていう感じですか。いや適当ポイントですね、あ、はい、もう適当がポイント、はい、かわいい、素敵、あ、なんか素敵、はい、うん、それでどんどんこ、ね、だって木枯らし1号吹いちゃったんですよ、昨日吹きましたね東京はね、そうですよ、ってでもこれなら木枯らし吹いても大丈夫、はい、そうね、大丈夫で、小さいから折りたたんで持っていくとか、はい、はい、ヒートテック素材のマフラーでございます、はいはい、はい、では改めて若見え若作りのお悩みにイコさんお願いします。ハーフベーシック、ハーフトレンド、半分でいいですよ、はい、もうトレンドは、うん、そんな感じで、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。2つ目のお悩みでございました。暑いですかね、ちょっとお部屋の中、ね、大丈夫ですか、はい、なんか大丈夫、はい、大丈夫、軽いから、うん、軽い、はい、はい、さあそれでは、あ、トケちゃんがさすが巻物のイクコって書いてありますね、トケちゃんさん任して、でもチョコバナナさんがやっぱ適当に見えない巻き方って、適当なのに適当に見えない、まあ、プロですからね、それはね100回ぐらい失敗すれば大丈夫、みんなね、はい、少し練習しましょう、鏡で、うんうん、はい、それは大丈夫、レッスン、レッスン、はい、レッスンがね、うん、必要ですね、ありがとうございます、はい、さあではお悩みコーナーその3に参りましょう、はいはい、続いてはですね50代の女性からのお悩み、はい、冬は靴下をしっかり履きたくて、はい、パンプスは履けません、ロングスカートやパンツと靴下&靴のコーディネートを見たいです、パンプス履くということなんですよ、なるほど、うん、もう私たちはあんまパンプス、うん、もう履かないね、履かない、まあ、実際今日もスニーカーでね、お二人登場してくださってますし、うん、そう、なんかもう昔散々も一生分履いたものね、そうですよ、パンプス、でもパンプスどうしても履きたかったら、うん、タイツ履けばいい、あ、そうですね、薄手のタイツで履けばいいんですけど、うんうん、まあ、あの今日は靴下のコーディネートっていうのを考えてみました、うん、はい、ということで、はい、そんな皆様にね、あのお悩み解決のキーアイテムの発表でございます、はい、ゆきさん、はい、こちらのお悩みのキーアイテムはウィメンズのプリーツロングスカート、お値段2990円でご用意しております。こちらは無地が2色、デザインの柄物が2色でございます。なんかこれもなんかお値段どうなの、うん、すごくお安くて値下げ、はい、お値下げになっております。ユミさん失礼しました、ユミさん、そしたら着用サイズお願いいたします、はい、はい、ユミです、身長155センチです、着用サイズ、はい、はい、M サイズですかね、はい、はい、プリーツロングスカートは M サイズを履いてます、うん、で徳島からやってきました、今日は初めてのユミさんでございます、はいはい、まだちょっと緊張しているようですので、ね、はい、魔の東京で、さあ、はいはい、そんなユミさんですけれども、はい、ジビキさん、着こなしで悩んでいる方に一言お願いいたします、はい、ロングスカートとショートブーツは最高の相性、はい、でちょっとほら、はい、靴下も、ああ、見えますか皆さん、はい、出してるのもポイント、そう、出して可愛くないですか、うん、でもっと寒くなったら、うん、タイツでも何でも合わせていただいて、うん、もうすごいいいです、うん、自分でコーディネートしていいの、うん、悩むところ何もない、そうですよね、うん、なんかロングスカートもあのユミさんみたいなのもあるし、あとアンナさんも今日たまたまねロングスカートで登場してくださってますけれども、うんうんうん、はい、別にアンナさんのも別にブーツでもいい感じ、はい、全然 OK、 どっちでも同じ商品の、はい、アンナさんが着用していただいているのが無地のもの、はいはい、でユミさんが柄のもの、チェックの柄のもので、はい、同じ商品にございます、ちょっとこうやると可愛いですよね、うん、動きがある服っていいよね、
私素敵みたいな、うん、ね、あの、はい、このプリーツスカートって私だって旅行にもうすでに、ね、自腹買いしちゃってるんですけど、うん、旅行とかいいんですよ、うんうん、シワに なりにくいし、うん、軽い、ね、で寒くなったら厚手タイツと組み合わせればいいので、うん、なんか値段下がっちゃってずるいんですけど皆さんなんかカラーソックスを見せるのが可愛いって何人かからコメントたくさんいただいてますね、はい、秋名さん、はい、北村さん、でその時のポイントは、うん、このスカートの中から一色取ると見えた時に上級者になりませんか、今流行ってますよね、流行ってますよね、うん、まあ、赤とか履いてもいいんですけど、うん、あのおしゃれ上級者に見えるのはちょっと似た色の靴、うん、そうですね、はい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 、ちなみにこちらの、あの着用している靴下もユニクロの商品でして、ヒートテックソックス、ケーブルの模様のものでございます、はい、1,590円です、はい、うん、ユミさん、なんかポイント改めてあります、はい、私このスカートとあのブーツの組み合わせがすごく好きで、店舗でもお客様にこの履いている時のこの広がり方とかこの動き方がすごく可愛くて、リアルバイで持ってるんですけど、こう歩いてたらこの仕草が可愛いって言って、あの直接お声いただいて購入につながったこともございます。あと由美さんね、このジャケットも素敵なんですけど、ちょっとこれは中も同系色で合わせてみたんですよ。すごい、あったかそう。ニットフリースのニットフリース、はい、ね、フルネック T シャツ、はい、今着用サイズが S サイズ、うん、はい、こちら1990円の商品でございます、はい、もう今レイヤーしてきてるんですけれども、はい、これは1枚でもよくて、私も下に着てるんですよ。そう、地引きさんも自腹でお持ちで、うん、実はアンナさんも自分で買って、うん、あの MC 梅田も実はこの間ね、原宿店で自腹で買ってるんですよ。これ大人気、あったかくて1枚で着ても全然大丈夫、はい、これ皆さん持ってますよね。そうそう、私もなんかグレーみたいなの買いました、はい、これもすごい、はい、安いです。安いっていうか、そうなんです、素敵なお値段なんですね。2000円切ってる価格なんですよね、はい、うん、寝巻きにしてもよし、お出かけもよして、うん、その時のポイントなんですけれども、あ、他のお色も、はい、こっちのお色にしても可愛いですよね。それ今地引きさんがお召しのお色ですよね。そうなんですね。で、その時のポイントもすごい、高度テクに見せるのはスカートの中からどんどん色を拾ってっちゃえばいいですよ、トップスの、はい、そうすると綺麗に、チェックも怖くないですね。ありがとうございます。今ちょうどデニムジャケット脱いでるので、何かちょっとデニムでは寒いってなった時に、あ、アンナさんもうすでに、アンナさんありがとうございます。はい、はい、こちらはあれですね、また、はい、こちらメンズのアイテムでございます、はい、オーバーシャツジャケット、うん、こちらがお値段、すみません、お値段ちょっと確認いたします、はい、こちらも素敵ですよね。で、お袖巻くと2人がかりでいろいろ大変な感じで、まあ、そうやってもいいですし、こうやってピョってやってもいいので、はい、ここがピロンって出る感じにしてもいいので、はい、お好みで、なんかとっても統一感がある感じで素敵ですよね。全然メンズでもいけますね。いけますね、うん、はい、いけますよ。ちょっと可愛いです、はい、ちょっとくるっと回ってみましょうか、はい、そうですね、上がかっちりしてる分スカートがピロピロっとなって、うん、なんかいい感じですね、うん、なんかポケットがすごくポイントでしょうかね、そのジャケットね、はい、こちらに横にもあるんですよね。あ、横の、あの寒いね、冬が来てもハンドウォーマー的に手を温めてくれるのでいいですよね。かわいい、はい、はい、皆さん、はい、メンズのものですね、すごい素敵ですっていうふうにおっしゃってますね、はい、ありがとうございます。皆さんやはりクレアさんのプリーツスカートね、すでにお持ちの方もいらっしゃるようですね、うん、まあ、ね、もう値段も下がったことですし、色違いとか柄違いでお求めになってもいいかなぐらいのヒット作ですね。あともう T シャツも結構3枚目買いましたからね、うん、あ、やっぱり色違いで、うん、お持ちの方も、うん、そう、そうなんですよ、このまま、ね、寝てもいいし、うん、ベッドに行ってもいいし、そうですよ、ね、まあね、うん、お出かけしてもいいし、うん、はい、秋田さんがスカートの色から色を取るという発想がなかったです、勉強になりました、うん、よかった、はい、じゃちょっと商品情報いきましょうか、はいはい、失礼いたしました、はい、今ですね、ジャケットが買っちゃったんでね、はい、はい、お値段がですね、こちら4990円の、え、ジャケット4990円、はい、はい、お値下げされて4990円で販売しております。ダブルフェイスシャツジャケットですね、はい、はい、ね、メンズの商品です、うん、はい、はい、参考になさってください、ね、アプリから入っていただければそのままその、ね、はい、商品購入することもできますので、はい、はい、参考になさってみてください、はい、はい、はい、ということで、はい、今一度いきましょうか、はい、改めて着こなしのお悩みにいっこさんから一言、
ロングスカートとショートブーツは最高の相性、はいはい、ありがとうございます。そうチラッと見せるのが可愛い。はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、さあ3つ目までご紹介しましたお悩みね、はい、あの寒くなってきましたよね。ちょっとここでアウター知りたいって方も何人かいらっしゃいましたので。すごい急に寒いですもんね。木枯らし吹いてね、はい、はい、秋はどこ行っちゃったのって感じ。いや秋くんはちょっと肩身が狭いです、ね、夏さんから急に冬くんになっちゃいましたね。そうです、半袖 T シャツからもうアウターまで、はい、まあ、じゃあちょっと楽、まあ、そんな時代に生きてます。はい、はい、ということで、はい、ちょっとお二人気になるものありますか、アウターで、はい、このパフ、このパフパフちゃんかわ かわいい、はい、じゃあちょっとお手に取って、はい、はい、お手に取って、今あのアンナさんが選んだのこの、うんうん、パフパフくんですね。パフパフ、はい、これはゆきさん、はい、こちらはですねウィーメンズのパウダーソフトダウンジャケットという商品でございます、はい、お値段 1.9990 円で4色お色がございます。こちらはですねオリーブカラーの、いやだすごい可愛 い、すごい可愛 い、すごい可愛いのよ。アンナさん、それ肌触りの方はどうなんですかね、さっきの。あのね最高最高最高、もうねとろけるようなアンナさん飛んでかないでください、ね、そんな感じアンナさんお空に飛んできそうな感じ、はい、なんか包まれてる感じ、すごいソフトじゃないですか、うん、やばいですよね、し軽いし、軽いですか、安いし、うんうん、そうなんです。で色も可愛くない。可愛いです、ね、はい、でこちらもいろんなお色が展開するので、はい、お色4色ございます。はい、はいはい、白、ちょっと簡単に説明させていただきますと、はい、白とあとはグレーもございます。そして黒と、うん、今アンナさん着用していただいておりますブ、ごめんなさい、グリーンの4色です。はい、ありがとうございます、はい、あとねダフネさんがコート気になるって、長いロングのことかな、これ、はい、じゃあ、はい、アンナ様これもじゃあアンナさんにちょっと、はい、こちらはですね、メンズのウールカシミアチェスターコート、うん、お値段が 17,900円の商品でございます。こちらメンズの商品です。で3色黒とネイビー、そしてアンナさんが持っていただいているブラウンの3色でございます、はい、アンナさん今なんか驚きの顔されましたけど、かっこいい、かっこいい、ね、脱いでいい、暑いっすよね、ちょっとね、いろいろ着たりしていただいているので熱が、ああ、またほらちょっと違った感じで、かっこいい、これで足元ブーツにしても素敵ですよね。まこちゃんさんがアンナさん何でも似合っちゃうねって、もうずるいですよね、ずるいじゃあちょっと、はい、あなたもぽっちゃりな、あ、私も着てますか、うん、かっこいい、ちょっと一個さんにも着ていただいて、うん、またいかがでしょうか。私が着るのは、あ、うん、やだ、ちょっとまた違う人ですね。あ、素敵、うん、なんか髪の毛のお色とすごい、うんうん、すね、いいですね。いこさん、コート、そのコートに関して重さっていかがですか。これ軽いですね、これあの裏がついてるんですけど、すごい軽いし、うん、ダブルポケット、はい、はい、ちなみにそれ、うん、サイズって今そのサイズって、メンズの L サイズです、はい、あ、だからまあ、はい、私たち大きいサイズ着慣れてるんですけど、うん、ちょっと L だと低かったら M ぐらいをお試しになってもいいかもしれない、ね、はい、そうですね、わ、はい、かりました。そしてシフトチェンジをする私たちシフトチェンジありがとうございます。あとなんかその他のなんかフリースっぽいものとかダウンとかもありますね、うん、あ、なんかちょっとスルーしちゃいましたね、ね、はい、ちょっとそのあたりもどうでしょうか、はい、こちらはですね、うん、先日発売されましたマリメッコの、マリメッコちゃん、はい、本当だ、マリメッコだ、ここが、はい、フリースカーディガン、お値段3,990円で、カーディガンですからね、はい、白黒2色です、はい、はい、かわいい、 ありがとうございます。じゃあちょっとこれも私たち、うん、コラボなんだ、あちこち、ね、え、かわいいですよね、はい、マリメッコっぽい感じの、素晴らしい、軽い、あ、軽い、すごい軽い、かわいい、あ、可愛いですね。ちょっと下が雪だるまちゃんになっちゃったんですけど、いい、可愛いですよ。いいですね、うん、なんか下の方がこう、ま、丸く、なんて言うんでしょう、こういう、ね、ラウンドカット、ね、ラウンドカットって言うんですか、はい、うん、ここがね、ラウンドになって、はい、うん、そうね、いいな、黒いいの、ね、いいね、ね、いいですね、いい、はい、交代してればよかったね、じゃあ交代しよう、じゃあ交代して着てみます、はい、なんかいいですね、みんなで、うん、みんなで試着大会、試着大会な感じで、はい、あ、パチパチくんだったね、あ、パチパチくんになりました、シュッシュ持ってこなかったじゃあちょっとアロマ、アロマ水でね、そうですね、皆さんさっき参考になさってください、はい、ほらほら、これはこれでお互いで、いいですね、印象が変わって素敵です、ね、
なので皆さんもいろいろお試しください、わちゃわちゃお友達とするのも楽しいで す,、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、じゃあアウターのご紹介はこのあたりとさせていただきますね、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ4つ目いきたいと思います。4つ目のお悩みですが、なんか多いですね、重ね着の続いてはお悩みに関して、60代女性、おしゃれ重ね着がどうしてもできないです。50代の方、首が短いけどハイネックやタートルが着たい、着たいですよね。40代女性、ホテルランチなどにも行ける軽めのオケージョンコーデ、はい、着た、着てます、重ね着、いろいろな、来た、はい、どうぞ、はい、はい、ということで登場いただきました、はいはい、キーアイテムの発表でございますが、はい、ゆきさん、はい、こちらのお悩みのキーアイテムはウィーメンズリブハイネック T シャツ、お値段なんと1500円です、はい、はい、で無地が6色、ボーダーが2色ございます。ユミさん、直用サイズ教えてください。はい、改めましてユミです。身長155センチです。着用サイズは M サイズを着用してます。はい、うん、徳島からやってきたユミちゃんです、はい、そうなんです、地引きさん、重ね着で悩んでいる方に一言格言を、はい、おしゃれ重ね着は同系色で、うん、同系色で、さっきねちょっと、はい、おしゃれランチとかって、ね、うん、リクエストがあったんですけども、うん、まあランチとかなんてほとんど座ってますから、うん、顔から上、うん、で同系色でちょっと明るい色だと、はい、おしゃれに見えません、ね、いや、ちびきさん、あの皆さん、きみちゃんさんもたけにゃんさんもホワイト、ホワイトコーデみたいな感じで来てますよ。オフホワイトみたいな感じで、うん、中は少し、はい、なんかちょっとうっすらベージュよりね、オールホワイトってやつですね、はい、でも本来は重ね着が一番おしゃれしやすい、そうなんですよ。ただね、やっぱり肉がいろんなところについてくると袖のところとかがどんどんもこもこになっちゃうんですけど、でも皆さん安心してください、はい、このベストだとお袖、うん、この上からジャケットを着ても大丈夫、うん、そうね、もこもこしない、素敵。あと私首がすごく短くて、うん、タートル着れないんですけど、はい、このハイネックティーだったら、いや、それ短くはないんですけど、うん、はい、さっきなんか短いって言って悩んでお便りくれた方もいらっしゃったんですけど、肩がちょっと上がってる、そうなんです、ちょっと緊張してる、いや、私も実はほとんど首ない、ないに等しいんですけど、はい、それはね、骨格だからここですよ、うん、ここ、うん、なので、はい、あの折り返したりするとぐるんってなっちゃったりするんですよね、うん、はい、ゆうさんね、はい、だったら、3回ぐらい、ちょっとちっちゃい感じ、うん、はい、そんな高くない、この襟が高くないハイネックを選びます、うん、ね、うん、すごい白綺麗ですね、うん、いろんな色があるんだ、いろんな色ありますね、そうなんです、これユミさん今日着てましたよね、実際に、はい、はい、これはリアルバイです、リアルバイな、はい、はい、今日はこの V ネックでより首をこう長く見えるようにレイヤードさせていただきました、うん、はい、はい、で他の色も、うん、あと他の色でなんか同系色で合わせて重ね着するのもありですかね、うん、ピンクかわいいですね、ピンクとかもいいですね、もちろん黒もございます、うん、白いピンク、はい、はい、なんでいろいろね、うん、やってみてください、はい、うん、同系色で重ね着、同系色でもいいし、まあ、ちょっとだけね差を出してもおしゃれですよ、うんうん、このほらストライプでも可愛いじゃん、可愛いですね、うん、あ、アンナさん的にはストライプもおすすめ、いや、だっていける、それちょっと前回やっちゃったんですよ、この技を、さすがです、オフランス、オフランス、オフランス的な感じで、なので、まあ、おしゃれ重ね着の、あの、うん、入門編はそんな感じで、はい、ありがとうございます、はい、ということで、あ、はい、V ネックベストですね、お気に入りに入れますってチョコバナナさん、ありがとうございます、気になるお値段もね、あと、はい、こちらですね、はい、スリーリースフレアン V ネックベスト、はい、うん、今着用しているのが M サイズでございます、お値段1990円です、安くないですか、はい、お値下げされております、はい、はい、気になるスカートもね、うん、はい、こちらもスカートも同じ素材の 3D スフレアンスカート、同じく M サイズでして、こちらもお値下げされて2990円です、セットアップでご利用いただけます、はい、惜しみなく変えて惜しみなく着れるんです、うん、はい、そしてさらに大バギー、はい、寒くなってきたよ、はい、さ、はい、うん、こちらはウィメンズのシームレスダウンパーカーオフホワイトです、かわいい、ゴージャス、かわいくないですか、はい、ゴージャス、顔色もすごいツヤツヤな感じで、はい、うん、でレフ版でね、うん、レフ版効果、レフ版効果で、はい、MM さんもユミさん似合ってますよ、はい、ありがとうございます、うん、そうですよね、とっても素敵な感じで着こなしてくださってますが、はい、うん、改めて重ね着のお悩みに地引きさん一言お願いいたします、おしゃれ重ね着は同系色で、ウェイ、で
同系色でうまくいったらいろいろ変えていけばいいそうね、はい、最初からねみんなね、うん、ハイレベルなことね狙わない、うん、はい、安心できるところからね、うん、はい、ララコでララコさん、はい、セット買いしたいっておっしゃってますね。セット買いおすすめ、うん、もうね2回行くの嫌だから大概のものはセット買いした方がいいです。 そ,、ね、それを崩せばいいんだもんね、はい、そう思います。あとカラビナさんもそろそろこの企画やらないかなと思ってましたってもう待ってましたみたいなね。ましたか、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、はい、はいはい、ということで、はい、こちらでございます。4つ目ご紹介させていただきました、はい、さあ続いて5つ目お悩みです。続いてはワイドパンツに関するお悩みですね、はい、60代の女性、ワイドパンツが自分には向いていないようで、うん、購入を躊躇してしまいます。ワイドパンツの履きこなし教えてほしいですということなんですか、まあね、そんなことを言うとね、うん、ユニクロさんに怒られるんですけど、うん、あんまりね、うん、躊躇してるより履いてみようっていうか、うん、もう怯えたら負けですよね。だと思うし、だってどうしても似合わなかったら違うもの履けばいいでしょ。でもそれが似合わないって分かるには試してみないと分からないですよ、うん、そう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 、履いてみないで似合わないって言ってるのは、うん、ほらあのご飯でもあれって美味しくなさそうよね。でもさ、似合わないって誰が決めるの？自分でしょ。ああもう好き、似合わないって決めるのも自分、そう、似合うも自分でいけてると思えば いけばいいし、うん、でもしそれ試してみてちょっと違うなと思ったら別にパス、うん、してもいい、やっぱとりあえず、ね、試してみよう。重ねるとこう、うん、チャレンジすることにちょっと恐れを感じちゃうのかな。それが一番 若くいることよね。勇気を持って、勇気だけにね、勇気を持って、勇気あなさんだけに自分のを信じてそうそうそう、うん、で試してみて結果を自分でジャッジするっていう感じで、うんうん、でも私がね今履いてるのはねこのワイドトラウザージーンス、うん、これすごいかなりのハイウエストで、まさにお悩み解決のキーアイテムが、はい、そちらですね、はい、ゆきさん、はい、こちらワイドトラウザージーンズ3990円でご用意しております、はい、先ほどもねラック入れます、はい、入れます。さっきもねご紹介しましたけれども、はい、3色展開でございます。一番濃い色にはい、してしまったんですけど、うん、まあ、薄い色でもちょっと良かった。じゃあちょっとここでアンマさんお着替えお時間がありますので、はい、ちょっとじゃあ今あのイコさんとあのスタッフゆうきちゃんと私で回していきましょうか、はいはいはい、お願いします、はい、では引き続きお願いします、はい、うんうん、これトラウザージーンズ、うん、ユニクロで今までなかった形 で, そうなんですよ、すごくすごい私おすすめなんですよね。この腰回りがすごいぴったりして、はいはい、でちょっときついかなっていうぐらいで、うん、私は、はい、なんか2時間履いていたらちょうど伸びて良くなりました。なるほど、馴染んでくるということですね、はいはいはい、とりあえずホックがた、はい、なんか閉まったら、はい、まあ、それでいいかなみたいな、はい、なんかキミちゃんさんがワイドパンツの丈感がわからないっておっしゃってるんですけど、はい、まあ床掃除しないギリギリですね、うん、やっぱりある程度長さはあった方が、それはやっぱりスタッフの方に見てもらってね、はい、自分だと上から見るから違うんですよね、うんうん、スタッフの方は横から見るから、うん、あの丈感が決められますので、はい、あの他人の目で、はいはい、あとね、そこだけは、はい、イコさん、チョコバナナさんが、はい、まあ、ワイドパンツ履いて、うん、トップスを何持ってきたらいいか分からない、丈長めがいいのか、うん、そのトップスの丈長めがいいのか、それはすごい長いか、うん、ちょっと今日長いんですけど、うん、さっきの、アンナさんが着てらした短めのでも、うんうん、ちょっと今日カーディガンちょっと、ね、ショート丈、今日私なんかすごいなんか緩いカジュアルな感じに、うん、私はちょっとしすぎちゃった感もあるんですけど、うん、さっきのカーディガンって出ますか、これぐらいの、はい、スフレアンのスフレアンのやつ、はい、これぐらいの今ちょっとお出ししていただいてもいいですか、うん、はい、これぐらいですね。それでもいい。こういう感じですね。はい。こういう感じ。あ、いいですね。前が少し短いから、うん、ちょっとこうコンパクトに見えていいですね。そうなんです。あの身長がそこまで高身長じゃなくても重くならないので、はい、で、うん、今のトップスって全部ボリュームがあるじゃないですか。その時これいい見方ですよね。ちょっと上に上げて、今年のトレンドのショート丈で、そうですね。はい、で軽いしね、はい、はい。身長低い私にはこれはすごく。ユミ、はい、さん身長は、はい、ね、155センチのユミさんもお気に入りという商品ですし、はい、ちょっとこういう軽めのものでもね、はい、でこれはなんでこれにしたかというと、なんか私無地ばっかり着てて、で、なるほど、ボーダー太って見えるから避けてたんですけども、うんうん、これなんかちょっとその割にはなんか、まあ、まあ私でもこんなもんですよね、はい、でちょっと面白い感じにこのボーダーが入ってるので、はい、うんうんうん、たまにはこういうのも着て明るい気持ちになってみようみたいな、はい、プーさんが154センチでも大丈夫ですかって言うんですが、着てみるしかないです ね、あと ユミさんが155センチだから、全然大丈夫です、ね、大丈夫ですよね、はいはい、だいたい裾からかかとから1センチぐらいが
あの上が後ろから見てる、はい、標準丈だと思っていただいて、うん、そこから、うん、あのブーツとかヒールのものだったら長め、うん、スニーカーならその1センチぐらいっていう感じで、うん、試してみるときに、はい、いつも自分の履いてる靴を履いていかないと、うん、そうですよね、あ、そうですね、そうですね、ね、あれですよね、うん、今、はい、あーとか言っちゃったら、はい、今横にすごい素敵なマダムがやってきたのであ、はい、あとゆきさん、はい、あのお兄さんが、はい、これってメンズも見たいんですが、はい、レディースのみですかってことなんですか。そうなんです、こちらのトラウザージーンズは、うん、ウィーメンズのみの商品なんですけれども、オンラインストアに大きいサイズございますので、こちらあのオンラインストアからでしたらご購入いただけます、はい、でポケットがちょっと上についてるんですよ、はい、うん、なのでお尻がこう上がって見える。あ、はい、さらに今日ほら、うん、1個さんあれも履いてらっしゃるでしょ、あれ、あのシェイパー、シェイパーも、はい、あのユニクロさんのシェイパー、うん、今まで何回か、はい、去年まで買ってみたんですけど、うん、はい、まあ、はっきり言ってね、お腹のところがくるんってなっちゃう、皆さん、うん、ガードルお腹のところくるんってなりませんか、うん、なります、なります、ね、知らないうちにくるみたいな、太ももの方もくりってなったりして、そうそうそう、はい、それが、はい、なんか今年のは改良されてしまって、うん、はい、履いててすごい楽だし全然くるんってならないんですよ、はい、なので、はい、いくらでしたっけ、うん、1990円、あれ1990円か、はい、そう、私はもうそれね、1枚下にショーツ履かないで1枚でショーツガールに履いてます、うん、でガンガン洗って、うん、はい、早く乾くしね、はい、わ、はいはい、かりました、ヘビーユーザーです、はい、ありがとうございます、はいはい、ということで改めてワイドパンツのお悩みに一言で、はい、いこさん、とりあえず着てみよう、トレンドアイテム試してみましょう、試してみてください、はい、はい、とりあえず履いてみてください、はい、いいと思います、ありがとうございます、はい、ということで、はい、あ、今ですねちょうどこっちのアプリはね1800人で、こっちのインスタは570人ぐらい、うんうん、で YouTube も含めるとかなりの方がもう2000人超える方が見てくださっております、ありがとうございます。インスタ、はい、YouTube の皆さんはアプリから見ると配信見ながらお買い物ができます、うん、SNS の方はちょっとここで配信終了とさせていただきますので、はい、あのどうぞアプリに回っていただけますようにあのお願いいたします、はい、コメントもあのアプリからですと優先的にちょっとお目通しすることができますので、あの、はい、ユニクロライブステーションで検索をお願いいたします、はい、ということで皆さんアプリでお待ちしております、お待ちしております。